チャンネル登録よろしくお願いします。道がつづら折りになっていよいよ天城峠に近づいたと思う頃、雨足が杉の密林を白く染めながら凄まじい速さで麓から私を追ってきた。私は20歳、自分の性質が小児根性で歪んでいると厳しい反省を重ね、その息苦しい憂鬱に耐えきれないで伊豆の旅に出てきているのだった。いやあ、おやしが早いですね。空もいい塩梅に晴れました。高等学校の学生さんよ。なかなかいい男じゃない。大島にも学生さんがたくさん泳ぎに来るね。夏でしょ？冬でも。冬でも？冬でも泳げるんですか？はい。バカだこの子は。この分だともう雨も大丈夫でしょう。見てみなさい、綺麗な伊豆の空の色だ。もしご迷惑でなければなのですが、道中皆さんとご一緒させていただけませんか？それはそれは、旅は道連れ、世は情け。私たちのようなつまらないものでもお退屈しのぎにはなりますよ。ありがとうございます。いえいえ、私らのようなものに高等学校の学生さんがありがたいことです。みんな、この学生さんが道中ご一緒していただけることになったよ。やったー、楽しい旅になりそうね。うん、いい人だね。いい人はいいね。ありがとう。名作伊豆の踊り子は、作者川端康成が1918年の秋に初めての伊豆旅行で出会った旅芸人たちとの出会いをもとに描かれた作品とされている。しかし、川端がこの作品を雑誌文芸時代に発表したのは、それから7年後の1926年のことである。なぜ川端は、伊豆旅行から7年も経ってから、日本文学史上に残るこの名作を描こうとしたのだろうか。そこには作者川端康成のこんな秘恋物語があったかもしれない。繰り返す、みんなよしなに過ごしましょう。千夜一夜と織りなす私たちの日常。あ、歴史に名を残すような大胆なこといつかしてみたい。なんて気持ちだけただ先走りしてもやもやしちゃう。想像を超える日々がいつかこの先に待ってるのかな。昔あるところにから始まって進んでゆくストーリー。あの日見た夢が長い時間を超えてきたら一番星。昔昔あるところに生きたあなたと私の物語。100年過ぎても色褪せないって約束したの覚えてる。空に見た一番星。
らっしゃい。今日は皆さん早いのね。こんにちはマダム。午後の授業が急に休校になってしまって。どうか言って、早く誰かさんに会いたかったんじゃないのか。お前何言って。お前って本当嘘つけないやつだな。ま、そこがお前のいいところだけどな。お前らうるさい。そんなんじゃないって。あら、皆さんいらっしゃい。ちいちゃん、いや、このカフェエランで女給として働いていた伊藤初代は、親しみを込めて皆から千代ちゃん、ちいちゃんと呼ばれていた。ん？川端さん、どうしたの？なんか顔赤いよ。熱でもあるんじゃ。そうだな、熱には違いないよな。え、ダメだよ。そういう時はちゃんとおとなしく寝てなきゃ。え、あの、ちいちゃん？いいね、若いってのは青春だね。何崎先生。大正昭和の文豪として日本文学史に名を刻むこととなる谷崎潤一郎もここカフェエランに通う客の一人だった。こんなところで高名な先生にお会いできるなんて光栄です。一高の学生さんたちかい？はい、文化で英文学を学んでいます。こちらの学生さんも短編小説をお書きになっていらっしゃるのよ。そう、有名な作家の卵。うかうかしていると先生もいつか追い抜かれてしまうかもしれませんことよ。ほら、ちいちゃん、先生に向かってなんて失礼なことを。あ、いいってことよ。そうかい、君も作家志望かい。はい。うん、そのギラギラした目、いいね。気に入った。人の心にこうビビッと食い込むようないい作品を期待してるよ。はい、ありがとうございます谷崎先生。川端さん、よかったね。私もあなたの作品大好きよ。ありがとう。ちいちゃんにもっともっと喜んでもらえる作品書けるように俺頑張るよ。うん、楽しみにしてる。はあ、暑い暑い。しかし川端にとって幸せな時間は長くは続かなかった。カフェエランのマダム山田マスが結婚を機に夫の赴任先である台湾へ行くことになってしまったのである。皆さん、これまでこのお店をご贔屓にしてくださって本当にありがとうございました。台湾に行っても皆さんのことは決して忘れません。ちいちゃんは そのこれからどうするの？私はマダムのお姉様のところでお世話になることになったの。私の姉が岐阜に住んでいてね、千代ちゃんはそこで預かってもらうことにしたのよ。川端さん、これからも素敵な作品を作り続けてくださいね。離れていても私、あなたのことを応援しておりますから。ありがとう。ちいちゃんも元気でね。川端、お前このままでいいのかよ。うん、もういいんだ。あの子とはこういう運命だったんだよ。千代のことは青春のいい思い出として俺の胸の中に大切にしまっておくよ。本当に？本当にお前それでいいのか？え？そうだよな。いいわけないよな。そんなこと言ったって千代はもう東京にはいないんだ。
どうしようもないだろう。よし、じゃあちーちゃんに会いに行こう。会いに行くってお前、今度の夏休みお前大阪の実家に帰省するだろ。俺も島根に帰省するから、東京への帰り道京都駅で落ち合おう。そんで岐阜で途中下車してちーちゃんに会いに行こう。三宅、ナイスアイディア。お前相変わらずそういうとこ知恵もあるよな。うん、いいと思う。川端、後悔先に立たずだ。ちーちゃんに直接会って今のお前の気持ちしっかり伝えてこい。お前ら、わかった。俺岐阜に行くよ。そんで千代に会ってプロポーズしてくる。行ってこい。1921年9月16日、京都駅で三宅と合流した川端は岐阜駅に降り立った。そして初夜長良川沿いの小州館という旅館に呼び出したのである。こちらでございます。川端さん、三宅さん、お久しぶりです。お二人ともお元気そうで何よりです。千代ちゃん。よう千代ちゃん、久しぶり。あ、悪い、俺ちょっと急用思い出したから外出てくるわ。30分くらいしたら戻るから。川端、 Do your best。 ああ三宅、ありがとな。千代ちゃん、しばらく見ないうちに大人になったね。こっちでの暮らしにはもう慣れた。全然、毎日毎日お寺の改装作業の手伝いばかりで、今日もずっと壁塗りをさせられておりましたのよ。こんなに手が荒れてかわいそうに。川端さん。あ、ごめん千代ちゃん。あのさ、実は今日は君に伝えたいことがあってこの岐阜に来たんだ。聞いてくれるかい？はい。君が岐阜に行くって聞いたときは、君の新しい生活を俺みたいなのが邪魔しちゃいけないって思って一度は諦めた。でも君と離れてみて本当の自分の気持ちに気づいたんだ。千代ちゃん、いや伊藤初代さん、俺君のことが好きだ。よかったら俺とその結婚してほしい。川端さん、嬉しい。私に依存なんてありませんわ。私この岐阜から抜け出したい。そして東京であなたと一緒に暮らしたい。それじゃあ、よろしくお願いします。やった。1921年10月8日、川端康成と伊藤初代はこうして岐阜の地で婚約を交わしたのである。川端康成22歳、伊藤初代15歳であった。川端、おめでとう。やったな、俺も嬉しいよ。まったく世話かけやがって。これでちーちゃん泣かしたら仲人の俺様が許さねえからな。みんな本当にありがとう。俺千代のこと絶対幸せにするよ。愛しい初代へ、この前出した手紙は読んでくれましたか？君からの返事がないので毎日毎日心配でじっとしていられない。とにかく早く東京に来るようにしてください。恋しくって恋しくって早く君に会わないと何も手につかない。しかしそんな喜びもつかの間、それから2週間後の1921年11月8日、
岐阜の初代から川端宛てに運命の手紙が届いたのである。私は今あなた様にお断りしたいことがあるのです。私はあの日あなた様と固く婚約のお約束をいたしましたが、私にはある非情があるのです。それが何かと聞かれても、私にはどうしてもそれをあなた様にお話しすることができません。どうか私のようなものはこの世にいなかったとおぼし召しくださいませ。私はあなた様のことを一生忘れません。さようなら。大正10年11月7日伊藤初代。何があった？一体千代に何があったんだ？俺が悪いのか？このみすぼらしい容姿か？このひねくれた性格か？非情、非情とは一体なんだ？教えてくれ千代！川端の初恋は破れた。それは遠い稲妻相手のような儚い恋であった。初代との失恋から2年後、東京帝国大学を卒業した川端は、作家の菊池寛が創設した文芸春秋に参加し、作品の編集に携わるようになっていた。しかし失恋の痛みは月日が経っても癒えることはなく、その後も川端を苦しめ続けた。その苦痛から逃れるように川端は1923年7月、初代との思い出を綴った「南方の日」という短編小説を発表したのである。これ10番のお客様に。これ私？初代、料理できたから冷めないうちに頼むよ。あ、ごめんなさい中蔵さん。まあでもその瞳に見つめられると僕何でも許しちゃう。でも一体何を読んでるんだい？女にとってついて背中を追うよりも疲れて追われる方が幸せなのかもね。え？それって僕のこと？それから2ヶ月経った1923年9月1日、東京の街を未曾有の大地震が襲った。関東大震災である。三宅から初代が東京で暮らしているという情報を得ていた川端は、何日も初代の姿を探し求めた。初代！千代！無事なら返事してくれ！頼むから生きていてくれ！それから数年が経ったある秋の昼下がりのこと。初代、千代ちゃん、川端さん、よかった無事で。君のことずっと探してたんだ。ほっとよかった。心配してくれてありがとう。私は大丈夫よ。この後何か用事ある？よかったら近くの店で久しぶりに話さないか？18時の汽車で仙台に帰らないといけないので、少しだけなら。仙台に？今は仙台で暮らしてるの？あの大震災で主人の経営するカフェが倒壊してしまって、今は仙台で
主人と2歳になる娘と3人で暮らしております。ご結婚されたんですね。今日はどうして東京に？主人の肺の具合が悪くて、仙台ではなかなかいい薬が手に入らないものですから。そうだったんだ。でもよかった、無事で。あの手紙のことは何もお聞きにならないのね。聞きたいけど、あの手紙で君はどうしても話すことができないって言ってただろ。君が話せないっていうことを僕から聞くことはできないよ。あの時はてっきり君に嫌われたんだと思って。そうじゃないの。あなたのせいじゃないの。うん。何か言えない深い事情があったんだよね。どうして？どうしてそんなに優しいの？私、あなたにあんなにひどいことしたのよ。それなのに、どうして？それは、今でも君のことを愛しているからだよ。川端さん、南方の日、読ませていただきました。ああ。君に断りもなしにあんな風に君のことを書いてしまってすまなかった。いえ、正直初めはびっくりしたけど、なんていうか、あんな風に自分があなたの作品の中に描かれていることが嬉しかった。時が止まっているみたいなんだ、あの日からずっと。でも僕は今でも君のことを変わらず。待って、それ以上は口にしないで。それ以上聞いてしまったら、私自分の気持ちを抑えきれなくなるから。それってねえ、川端さん、あなたに一つお願いがあるの。なんだい？日本中、いや世界中の人の心を打つ作家になってください。そして、あなたが愛してくださったあの時の私の姿を、未来永劫、多くの人の心に刻んでほしいの。あなたと私のかけがえのないあの日々のことを。千代。私、そろそろ行かなきゃ。東京駅まで送ろうか。うん、うん。ここで大丈夫。あなたに見送られたら二度とお別れできなくなるから。しよ、俺は必ず将来世界に認められる作家になる。そして君を愛した証をこの世界に残す。約束する。うん、約束よ。カチューシャかわいいや、別れのつらさ。あの、大丈夫ですか？何かご不幸でも終わりになったのですか？いえ、今、人に別れてきたんです。初代と別れた夜、川端は彼女への思いを断ち切るように、彼女の姿をヒロインの薫に投影させた伊豆の踊り子を書き上げた。川端が日本文学史に残るこの名作を雑誌文芸時代に発表したのは翌1926年1月のことであった。それは音も立てずにそっと近
近づいてきた。確かに確かに時間の砂は落ちていく落ちていく。あの日風も吹かないのに静かに揺れていた。花びら重たそうに